時刻は10時を回りましたこの時間は自能インフォメーションをお届けします自能インフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を司法宜野湾からお伝えしますこの番組は宜野湾市の提供でお送りします 市民共同により、住みよい町づくり。市民共同の推進に向け、市民共同推進基本指針と、羅針盤の針のめ針の刺す方向へ進めた、進めるための市民共同推進実施、実施計画を作りました。今月の特集では、取り組み内容や今後の計画について紹介していきます。住みよい町づくり。 市民のライフスタイルや価値観が多様化複、複雑化し、市民の間でつながりも希少となっていますが、なっている中で、これからますます一つの組織、団体では対応できない課題が増えてきています。具体的には先の震災にも見られるように、震災時の対応、防災の取り組み、子どもの貧困問題、居場所づくり、居場所づくりの対応、 高齢社会における介護など、様々な分野で多様な関わり方が認めら、求められま、求められています。そのため、共同という手法を用いて、市民、自治会、NPO、ボランティア団体、市民団体、企業、教育機関などが互いに得意とすることを持ち寄って、一緒に取り組むことで、このような地域問題の解決につながります。互いがつながり合い、 気軽に連携協連携、連携協度し、連携協度し合う取り組みが広がってきていて、住んでよかったと思えるまちづくりを目指していきます。地域コーディネーター養成講座、宜野湾地域づくり、地域づくり塾が開講されました。共同によるまちづくりを進めるため、初めての取り組みとして、 ワン地域づくり塾が開校されました。地域づくりに思いを持って集まった受,受,受講生が、地域の町づくりの基本的な考え方や、必要なスキルなどを身につけ、互いのネットワークを広げ、学び合う場となっています。7月11日には、第1回講座を行い、5年前から本市の地域町づくりに助言をいただいている、高崎経済大学の 教授が人を人を育む地域づくりを進めるために市民共同の扉を開くと題した講話が行われました。市内外により住民、学生をはじめ自治会、企業、NPO、市民団体に関わる七十三人が参加し参加いたしました。桜井先生のテンポ良い語り。 語り口と事例を交えた分かりやすい講話に。会場全体が引き込まれ。受講生のやる気に満ちた。やる気に満ち溢れた。講座となりました。地域づくり女性事業募集。町おこしがしたい。市では平成29年。人材育成事業。講演会ワークショップ。 勉強会などの開催、地域分校事業、伝統芸能の保存、継承、発展、市の特性を活かした地域貢献事業を行いたい個人または団体に対して審査を得て選ばれた事業について上限額50万円、30万円の助成を行います。この助成を活用し、自らの考えを自らが行う地域づくりに取り組んでみませんか申し込み方法は、 助成金の交付を受けようとする個人または団体は団体は10月31日月曜日までに所定の助成事業申込書に必要事項を記入し窓口に提出してください。申し込みお問い合わせは市民共同推進課電話8934411です。 続いて続いて健康福祉頼りより、湿痛、腰痛、アクアで売買教室、参加者募集、水中では、雨力の働きで、陸上より膝や腰に負担をかけずに運動することができ、失痛、腰痛の予防や緩和につながる、緩和に効果があります。日時は毎週火曜日、全9回、9月13日から、 11月8日、10時から11時半。場所は JSS スイミングスクール沖縄中央。対象は市民40歳から64歳までの方、下記の3つに該当する方になります。1、平成27年4月以降に特定検診または人間ドックを受講し、検診、検診結果を提出できる方。 2. 医師から運動宣言のない方。医師から意見書を出していただくこともあります。3. 原則として教室全日程に参加できる方。定員は25名で抽選となっています。受講料は無料で、募集期間は8月15日月曜日から9月2日金曜日までとなっております。詳しいお問い合わせは保健相談センター。 電話898-5583となっています出前健康講座参加者募集保健師・栄養士・運動指導士が皆様のところへ伺い健康づくりのための講座を行います日程は平成29年3月31日まで対象は運動制限のない方で 市・在住、または在勤の方。人数は要相談。受講料は無料となっています。申し込み方法は、次のメニューから選択し、電話、または窓口にて受け付けています。1、生活習慣病予防と食事バランス。2、肥満解消とながら運動。3、 メタボリックシンドロームの予防・解消。4、簡単筋トレでパワーアップ。申し込み期間は希望日の1ヶ月前までとなっています。お問い合わせは、保健相談センター電話8955583となっています。 簡単、簡単ストレッチ、筋トレ教室参加者募集。運動不足、運動がな長続きしないとお困りの方、簡単な運動から始めてみませんか毎月1回、運動指導士による運動教室を開催します。日時は9月23日金曜日、10 14時コース、15時コース、共に同じコースです。場所は、 市保険相談センター。対象は市民で運動制限のない方。内容はストレッチ、筋力トレーニング、エアロビックス、運動に関する講話など。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物、受講料は無料となっています。お問い合わせは保険相談センター、電話898 5583となっています続きまして夏休みイベントトントン色塗り体験日時は8月26日金曜日27日土曜日時間は11時 11時から、14時から、16時からの3回となっています。両日先着50名となっています。場所はサンフティーマ1階祭事場、普天間流房内となっています。参加費は800円で予約制となっています。申し込み、お問い合わせは、TMO 普天間、電話8961020、受付時間は 9時半から5時半までの平日となっています続きまして中央公民館より9月講座受講生募集の案内です簡単ワードワー2010講座日程は5回コース9月5日、7日、8日、12日、14日の5回となっています時間は19時から21時の2時間 内容は、文字入力がスムーズにできる方を対象に、ワード2010の基礎を学びます。場所は中央公民館3階、第一研,究し研修室、受講料は無料、ただし、教材費として1080円になります。続きまして、暮らしのセンスアップ講座、日程は9月12日。 14日、16日の3回コースとなっています。内容は1回目はお料理、盛り付け、テーブルセッティング。2回目は苔玉、プラントハンガー作り。3回目は住まいの片付け講座。場所は中央公民館2階展示室。受講料は無料。ただし、教材費として2000円かかります。両講座とも、 定員は20名、市内在住・在勤の成人,成人以上の方となっております。申し込み締め切りは8月24日水曜日。直接来館の申し込みの方は、受付時間は9時から17時。土曜日・日曜日も受付が可能です。ただし、火曜日・祝日は休館となっております。 応募者多数の場合は、8月25日木曜日に抽選を行い、結果は抽選日の13時以降に、中央公民館内の掲示板、またはホームページで発表します。電話お問い合わせの場合は、私立中央公民館、電話893-4457となっています。続きまして、チャリティーボーリング参加者募集。 市社会福祉協議会では、福祉バス購入資金確保に向け、チャリティーボーリングを実施します。皆様のご参加をお待ちしています。期間は8月1日月曜日から10月9日日曜日。実施場所は、ギノワンボール、マチナとボールとなっています。参加料は1500円。2ゲーム代込み靴代、靴代は別となっております。 問い合わせは。宜野湾市社会福祉協議会。電話。八九二。六五二五となっております。詳しくは宜野湾市役所。零九八。八九三四四一一までお問い合わせください。以上以上、次脳インフォメーションでした。 この時間は宜野湾市の提供でお送りいたしました。